相生市の美味しい食材といえば、もうすぐシーズンを迎える牡蠣。だけど牡蠣だけじゃありません。他にもいっぱいあるんです。そこで今回は相生市の絶品食材を使ったお手軽レシピをご紹介します。レシピを教えてくれるのは、相生市は美味しいもんいっぱいあるんやで、女性農家グループかーちゃんずです。相生市の美味しい農産物で地域を元気にするとの思いで、加工品作りや食育活動などを行っているんです。今回は2つの食材と1つの調味料が主役です。まずは深山農園の椎茸ということで、やってきたのは市の中心部から少し離れた里山にある農園。案内お願いします。こちらがうちの栽培ハウスです。ありました、肉厚で傘もしっかりとしていますね。噛んだ時にすっごい肉汁が出てきてすごくジューシーですね。おじいさんの代から3代続く深山農園、この日は子どもたちも収穫のお手伝いです。味噌汁とかおかず、おいしい。肉厚な椎茸を育てる上で深山さんにはこだわりがあるそうで、水にはすごくこだわってます。椎茸って全体の 90% ぐらいが水なんですね。ハウスの周りはですね、きれいな水が流れてるっていうのが椎茸にはすごくいい環境だと思います。さらに椎茸の菌床を作るときに混ぜているものが、カキ殻の粉にしたやつなんですね。実は椎茸の菌床を作る上で必要とされる成分が、カキの殻にはたっぷり含まれているんです。相生といえばカキの養殖が盛んなので、だったらカキ殻入れてやろうかなと。とことん地元にこだわった椎茸なんですね。かーちゃんず、うちの椎茸美味しく料理してね。任しといて。次はかんぴょうです。実はこれ私たちが作ってるんですよ。2つ目はおよそ50年前から栽培されている市の伝統野菜、相生のせかんぴょう。種から育てて自分たちで剥いて天日で干して無漂白に仕上げた安心安全なかんぴょうです。そしてもう一つ、私たちの力作、ゆず味噌です。3つ目は地元の米と大豆で作った味噌に特産品のゆずを合わせた調味料です。実は西播磨地域の加工食品のコンテストでグランプリを獲得したことのある相生の大人気商品なんです。若い人とかお子さんにも手に取っていただきたいということで、ちょっと甘口の、ゆず味噌にさせていただいてます。3つの美味しい食材が揃ったところで、それではレッツクッキング。まずは椎茸とゆず味噌を合わせたお料理。椎茸の傘の部分にゆず味噌をたっぷりと乗せて、その上にチーズをトッピングし、オーブンで焼いたら、椎茸のゆず味噌チーズ乗せの出来上がり。本当にお手軽に作れちゃうんです。ゆずの柑橘の味が後に残るので、さっぱりとした味になっていると思います。このゆず味噌、実は万能調味料なんです。肉じゃがの隠し味にも使えますし、チーズトーストや焼きおにぎりとも相性抜群。続いてはかんぴょうを使ったお料理。一般的なかんぴょうに比べて柔らかく、水で戻す作業がとても手軽な相生のせかんぴょう。食感が残るくらいの長さに切って、鶏ひき肉、大豆、人参と一緒に、はい、炊き上がりました。普通のかんぴょうのイメージよりももっと甘い感じがすると思います。相生の美味しい食材、ぜひ手に入れてくださいね。一部は通販もやってます。ご紹介した料理はめちゃめちゃ簡単に作れちゃうので、ぜひ試してみてね。